冒頭で一つ私から申し上げます。11月19日からですね、22日まで、あのアジア大都市ネットワーク21の第7回総会に出席するためにクアラルンプールに出張いたします。アジア大都市ネットワーク21では、まあ、あの今まで12の共同事業を行っておりまして、それぞれ着実な成果を上げていると思います。まあ、例えばあの、参加しているですね、都市その国のですね、共同作業で、アジア製のですね、中古型ジェット機旅行機を旅客機を作ろうじゃないかというプロジェクトですけれども、今週あのインドで開催された実務者担当者会議にはアジアの5カ国から約100名が参加しまして、会議ではですね、初の国産ジェット旅客機として期待されている MRJ の紹介など、航空機製造におけるアジア連携の推進に向けた情報交換を行いました。総会ではですね、これら共同事業の1年間の成果について報告し合うとともに、洪水対策やスポーツの振興などもですね、取材として意見交換を行うことになっております。スポーツの振興については東京マラソンをはじめとして東京都の取り組みを紹介するともに、2016年のオリンピック・パラリンピック招致に向けた PR も行います。詳細については報道官から説明いたします。ただあのですね、この私の念願だったね、それぞれ可能性を持っている国ですからね、それが合議して共同し合って、まあ、アジア製のですね、これ軍用機じゃないんです、旅客機をですね、作ろうじゃないかというプロジェクトですがね、まあ、日本はやっぱりね、相対的技術が進んでますから、結局アメリカもまあ軟化してきたんでしょうかね。かつての YS-11 はね、アメリカによって販路を断たれて潰されたんだけどもね、今度はあの三菱重工がですね、MRJ をですね、まあ、あの完成しつつあるんですが、本当はこれから先の問題でしょうけど、こういったものがですね、マーケットを、ね、戦略的に封じられてね、頓挫するよりもですね、むしろそのね、それぞれ進んだ技術を持っている国があるわけだから、そこでこう協議し合ってね、部分的に受け持ちを決めて、飛行機をですね、作るということになると、マーケットもですね、確保されるんですけど、そこら辺のところが随分通産省にも行ってきたんだけどね、今一つなんていうのかな、日本というのはこの戦略の立たない国でね、これからですね、その三菱プロパで飛行機作ってもですね、どれだけこれが売れるか、非常に熾烈な競争になってくると思うし、ヨーロッパもアメリカもこのサイズの飛行機を考えてるみたいですからね、せっかくね、みんなで、意思統合してアジア製の旅客機作ろうという、まあ、アイデンティティだけは確立したんだけども、これやっぱり活用するのは、ね、やっぱり国の政治家そのレベルのですね、判断だと思うんだけど、残念ながらそういう戦術戦略の展開は日本はダメですな。はい、他の問題については質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。テレビ朝日の久慈です。はい、都立墨東病院でですね、妊婦が一度受け入れを拒否されて、その後まあ、子供を出産した後に亡くなった問題なんですけれども、それに関連しまして、今朝舛添厚労大臣がですね、閣議後会見の中で、今回一番進んでいる東京都でこういうことが起こったことは非常に重く感じていると、これが周産期医療センターと言えるのかと、東京都にも大きな責任があると、と言った上でですね、とてもじゃないけど東京都には任せられないというような発言があったんですが、これについて知事のお考えをお聞かせくださいというところまでは私は承知して、その後のことが大事なんだよな。あの人はね、まあ、お見え切ったつもりでいつも空振りするけどね、今度も現場に行ってですね、まあこういう発言するときにね、やっぱり現場を踏んでね、起こった事態の事実でもちゃんとね、分析して掌握した上で物言ってもらいたい。一国の大臣なんだからね、年金の問題でもいつもお見え切るけど、いつも空振りした後だな、違う出たり出てきて、結局なんか彼が役人のですね、国のけしからん役人代弁してるみたいな感じ、印象に映らないじゃない。今度も何のおまか知らないけどね、病院に行って事態聞いた後で話随分トーンダウンしたじゃないですか。
しかもですね、あの人の事態を掌握してない証拠はね、これは医療事故じゃないんですよ。医療事故じゃないんですよ。ね。それだったらね、要するに国に対するその報告の責任はありますがね、どう考えてもね、ER は ER と処置をしてますしね、ただね、お産ってのは非常に危険な作業でね、まあ、かつて昭和30年代の初めの頃はね、非常に死亡率は高かったんだけど、今まあ、その10分の1に減りましたがね、そういう技術の変化もあるんだけど、今度の場合には非常にレアケースでね、その、妊婦ご自身が脳出血をした。で、これ30代の半ばってのはね、そういう事故が割と頻発する年代らしいんだけども、そういう具合はいかで、その出産と一緒に重なりましてね、で当人はね、自分に何が起こっては分かりこないんだから、頭が痛い痛いっていうのね、私脳出血ですよ、言わないよ、そんなの。それ医者が判断する、そこで。しかし、その頭痛に関してね、どういう会話があったか分からんけどね、結局最後はですね、脳出血らしく手術をしたわけでしょ。ですからね、まあそういう事態を踏まえて物言ってもらいたいんでね、東京に任せてられないんじゃない、国に任せてられないんだよ。厚労省のだな、医療行政が間違ってきて、お医者さんがこういう手たらくになった、足りないだけじゃなしにですね、まあね、その、交付し、交付担っていうのは、当然だけど、日本の場合には交付し、低負担だ。で、それがまかり通ってね、患者も非常にね、注文が多くなって、お医者さん非常に苦しい立場で、時々はですね、昔なかったような医療裁判にさらされて、ね、だんだんなりたいぐらいあなたが来た。こういう時代作ったのは国じゃないですか。国に任せてられないんだよ。ね。やっぱりね、その、この亡くなった方のご主人もですね、まあ、いかにもお医者さんが足りないとか痛感したって言われるけど、まさにそうじゃないですか。これ誰がやったんですか。国に任せたらこういうことになっちゃったんだよ。反省してもらえたのは厚労省で今担当のその大臣様だね。物言うならもう少し冷静に頭冷やして物言った方がいいと私は思いますけども。はい。今回のその件を受けてですね、東京都として新たな何か取り組みを考えているってことはありますでしょうか。いや、これはね、本当にレアケースなんですよ。ですからね、こういうね、万が一の事態ってなかなか想定しにくいんでね、それでもやっぱり、お医者さんの数が起こったら、ここまで至らなかったかもしれない。その医者の数増やすのは国の責任だ、これ。東京は東京なりにですね、いろんな誘致をしてますよ。だから他の県からも恨まれてる節があるけど、それでも絶対数が足りないんでしょ。ね、赤ん坊もね、産科とね、産んだ子供を育てる小児科がね、絶対的に数が足りないってことはね、これやっぱり国の責任じゃないですか。まあそういう君しっかりしてもらいたい、本当に。あまり国任せてられないね。はい。どうぞ。時事通信の大月です。同じく、増添大臣の件なんですが、増添大臣が後期高齢者医療制度の見直しに関連して、国民健康保険を都道府県単位に再編するという試案を出してますけれども、これに対して知事のお考えを聞かせてください。さあ、私その問題初めて聞きましたね。都道府県に何し都道府県に再編、市町村の国民健康保険を都道府県に再編すると。はあ、で、再編した上で、後期医療と一体運営すると。そういう試案を出しているんですが。はあ、初めて聞きましたんで、これはね、これからの検討の様子に取材にしたいと思います。はい。どうぞ。日本経済新聞の森川です。昨日行われてました C40 に関連してお尋ねします。以前知事は温暖化対策の一環でコンビニエンスストアの深夜営業の自粛が好ましいという発言をされてましたが、温暖化対策として今でも好ましいと思ってらっしゃるかどうかお尋ねします。あと埼玉県知事が、ハット県市でコンビニの深夜営業自粛を提案することを検討されているご発言をされてますが、ハット県市で提案があった場合に、知事として賛同されるお考えがあるかどうか教えてください。これ埼玉県の知事でもね、いろいろ内々話してきましたしね、まあですね、彼がそのオフィシャルに口火を切ってくれたら大変結構だと思いますしね、やっぱり無駄な電気は消した方がいい。これやっぱりこういう時代になればね、万民が納得してくれると思いますよ。業界はね、万が一とにかく深夜でもお客がないでもないから明かりつけとくということになるかもしれんけど、つけ方によるように工夫もおりるんじゃないかな。店を全部閉めるというわけじゃありませんから、これやっぱりね、そういう小さな試みとも言えないけど、そういうものをやっぱり少しずつ重ねていかないと、この事態はやっぱり防げないと思いますね。はい、どうぞ。読売新聞の山崎と申します。先月の会見で迎えました全国学力テストの関係でお伺いしますが、
先日大阪府が32市町の結果を開示して、一方秋田県は市町村名を伏せての開示をされました、うん、知事は改めて、結果を公表すべきとお考えか、あるいはその公表する方法等どのようにお考えでしょうか。まあ、公開すべきだと思います。医師のやっぱり教育者だってね、成果を上げることに努力してるわけだから、ある意味じゃいい意味の競争がね必要だと思うし、うん、そのいい成績を上げるためのですね、反省の素材にもなると思いますからね。ただまあ発表の仕方にもいろいろこう工夫もいるかもしれないけども、しかし相対的にですね、どこが優れどこが劣ってるか、結果としてそのためにはですね、何を要するに試みるかということはやっぱり先生方当事者の問題だと思うけど、その前にやっぱり自分たちの成果の相対的なね認識というものをやっぱりする必要があると思うから、私は発表すべきだと思います。市区町村別についてはと今の段階でどうお考えでしょうか。いいんじゃないですか。それやっぱりそれぞれの教育委員会があってですね、それの努力してらっしゃるんだから、その成果をですね相対的に発表するってことは私は結構だと思います。励みになると思います。はい、はい、どうぞ。東京エネックスの富田です。三宅島のオートバイイベントについてお聞きします。ホンダに大会を妨害されたというふうに発言されていますけれども、この件について改めて知事の認識とですね、うん、東京都として何か対応を考えていらっしゃるのか。僕何人もの人に聞いたんですよね。ただその人たちにね、じゃあね、証言してくれたら、証言する人もしない人もいるでしょう。したとしてもね、坪野八百長みたいでね、金渡したのに俺は渡したんだと言ってもだね、その写真があるわけじゃないからね、結局水かけるのは、この問題はね、やっぱりね、本当のやっぱりおごりだと思う。僕はだからね、その下端の重役とかね、部長に会ったらしょうがないんでね、昔本田宗一郎さんに可愛がってもらいました。立派な方だった。あの人は生きてる私の事件って言ってね、本田のじいさんもあんじゃね、おかしいじゃないかと言いますよ。あなただってやっぱりね、オートバイル育ってきた一人でね、万頭の行動レースの時もだね、今だってこの間亡くなった前田君、彼はやっぱりそのジャケットで本田って書いてあったんだから。ですからね、まあ今の社長がどんな人か知らんけどね、私とにかく抗議に行きます。行く予定があるということですか。あります。まあ、やっぱり大きな人間がね、何の貢献か知らんけどね、ああやって災害にあってね、とにかく立ち上がろうとしてる、それをみんなで盛り立てようというイベントにね、自分たちがなんか好ましくないかどうか知らんけどもね、最初から反対して気がかりもあったんだろうけどね、行動レースやってるわけじゃないんで、それをね報道してしまう人は喜んで、その復興の糧にしようとしてる時、その報道をした人間には、会社には広告料を出さないって、まあ、言いかねないよな、これやっぱり企業のおごりで、誰がどんな責任言ったか知らんけども、実際あるわけだから。しかしその人間たちが証言してもだね、上へ届くかね、裁判にも何もしないでしょう。これはだったら私は社長に直に申します。はい、はい、どうも。はい、どうぞ。文化放送の高橋直夫です。その三宅島に関することなんですが、まあ、来週11月、まあ、来週の土曜日ですか、11月の1日に都立三宅高校が創立60周年の年式典を開いて、でその、まあ、高校生の中でも、ちょうど当該避難をした人たちもいたし、今現在の生徒は、まあ、当該避難はしていなくても復興に今立ち会ってますね。今回のライフレースで、まあ、久々に島を訪れられ、そして現在 その高校生たちもいっぱい頑張っている様子を見て、復興の状況をどのように捉えておられますか、知事は。いや、これはね、これから先もなかなか難しいと思いますね。風向きによったらね、かなりのところでもね、安全とされているところでも匂いはしますしね、それから災害が起こった後ね、今日までの間に、災害の起こった瞬間の時は何でもなかったんですけど、だんだんそのガスが降りてくることでね、海岸あたりまで主な立ち切った枯れちゃった漂白されて、あれはね、やっぱり怖いですよ。でもその中でね、みんな頑張ってるわけだけどね、嬉しかったらね、あの島はね、率直に言ってね、5つその集落があって、なかなかまとまらないところなんだ。ものすごく。で、みんなそれぞれ主張があって、ね、ところがね、その政治が今度変わったらですね、で、オートバイのなんかイベントをきっかけにしてね、でこのままじゃダメだって言うんでね、その青年部がね、もう部落、その集落をまたいでね、みんなで一体化してやろうということでね、まとまれになった。これはね、嬉しいことですよ。
そういう、ね、意識が、ね、とにかく育ちつつあるので、ね、それに水ぶっかけるみたいな、ね、企業の応募というのは私は、まあ、白か黒かってなかなか判断しにくいし証明しにくいけども、そこまで言わなくてもいいじゃないか、本田様か何かわからんという人がたくさんいるわけだ。でその人がよし俺は送迎すると言ってくれても、これまたなかなかそれによって損害賠償とかってことになりませんよね。ですからね、まあ、やっぱり上にですね、こういうことのないように上から言ってくれよという以外ないね。去年来てた要するにバイク関係の雑誌は一つも来なかった。今年は、はい、どうぞ。はい、どうぞ。日経新聞の鈴木ですが、今日株価がもう急落してですね、円高が相当進んでるんですけども、都内の経済への影響をどうご覧になっているのかというのと、東京都として何らかの対策をお考えになろうとしているのか、その辺を伺いたいんですが。ですね、大まかな報告が聞いておりますけどね、やっぱり非常に影響が出てますな。この9月の限りでですね、倒産の件数が前月に比べて3倍になりました。これはやっぱりね、本当に憂慮すべき状況でね、まあ、国もですね、第二次の補正も考えているですし、東京もですね、まあ、国がどうだと、彼だと、隣にですね、要するにそのこういったもの自体に対する対策を、予算措置も含めてですね、これから積極的に検討しなくちゃいかんなと思っています。先ほども財務局長とそんな話もしました。前回はその補正について、次の補正についてはあまりおっしゃってなかったんですけども、二次補正みたいなものは前向きに考えるという、まあそういうものを含めてですね、とにかくプラスアルファの対策ってやっぱり考えないかなと思ってます。具体的にどんなことがありますか。まあ、それはまだ言えませんな。これから合議することですから、はい、どうぞ。朝日新聞の根本です。先ほどのコンビニの深夜営業のことでちょっと追加でお伺いしたいんですが、先ほど知事は店を閉めるということではないけどということでしたけれども、それはその電気の使い方を考えろということであって、例えば、まあ、閉める店もあるでしょう。バイクだったらですね、その子どもたちに深夜まで営業しているということがよくないんじゃないかみたいな考え方もあるようですけれども、その点は知事はどのように考えていらっしゃいますか。まあ、それは従来ですね、こういうそのなんていうのかな、電力の消費が非常に環境問題に深刻な影響を与えるという事態に到来するまでもね、そのね、深夜営業ってのはやっぱりいろいろ問題にされてましたがね、これやっぱりね、その青少年に与える影響だけに限って言えば、なかなかそのね、それゆえに店を閉めるというわけにいかないですよ。しかしやっぱりそれも含めてね、このね、人間の存在を左右しかねない環境問題が起こっているわけですから、それを抑制するためにですね、その自分たちがそれぞれ努力するっていうのはね、当然のことだと思うし、まあ、何も目的は青少年に対する云々じゃなくて、まあ、そういう効果も併存してあるかもしれないけども、要するにこの、環境異変、なんつうか天候異変というものにですね、対処する一つの術として、ね、私は塵も積もれば山となると思うんでね、やるべきだと思います。はい、はいはい、どうぞ。新聞、はい、新宿新聞です。10月の22日の、実は震災訓練が行われたわけですけれども、特に新宿には限らないと思うんですが、大繁華街にはですね、やっぱり落下物の危険性というものが至る所にあると思うんですね。落下物、落下物、落下物ですね。自動車から落ちたもの、広告看板だとかね。ああ、なるほど。そういうのね。まあ、そういう意味で、一つはですね、そういう避難経路の部分に、当たってもですね、そういう落下物の危険があるという箇所がいっぱい あるわけですね。そういう対応の仕方ですとか、それから例えば大地震が起きた後にですね、帰宅困窮者問題というのが必ず出てくるわけですけれども、これの対応の仕方などがですね、全然手つかずではないかと思うんですけど、ね、なことないよ。そのあたりを東京都はどういうふうに考えたら、帰宅困難者の対策はとっくにしてますよ。それはまあ任せておいてください。ただね、落下物はね、これまたやっぱりなんていうの、いろんな規制があるんでしょうけどね、とにかく取り付ける限り落ちることを想定している場がいないんでね、
大体その震度どれぐらいの地震まで持つか持たないかってことは、これやっぱり警察があの規制を持ってですね、あの安全を図るべきだと思いますし、その対策してると思いますよ。昔一つありましたが、どっかの繁華街でね、ちょっと名前忘れたけども、たまたまそこの支店長が私の顔見知りのなんか息子さんだったんで、ほうと思ったんだけども、まあ、当然考えるべきだし、そのための規制あると思います。帰宅困難者についてはちゃんと措置をしております。あなたが勉強されて、要するに訓練に立ち会われたら認識を新たにされると思います。はい、すみません、金融庁が新銀行に対して検査結果を通知したですからね、これはね、とにかく、その銀行も努力して、まだ中間のですね、検査報告が出る前にね、どういうルートで新聞が何を入手したか知らないけどね、これ非常に迷惑ですしね、そういう要するに認識は私は持っておりません。報道があって、その知事としては新銀行からどんな連絡とか報告、あるいはとにかく私は、ね、やっぱり風評被害を恐れるね、ああいう先走った報道そのまま非常に迷惑だね。はい。